人足りなくない？1人足りなくない？1,2,3,4,5,6 1人足りなくない？ちょっとみんな、あ、いたわマリオ。なんだ、何をしてたんだこいつは。こいつは何してたんだ。犯罪の匂いがするぜ。よーい、スタートです。イカゲームですかね、これはね。化石を置いてくださってますね。なぜでしょうか。化石、なぜ化石を置いてくださってるんでしょうか。あ、金にしてください。ありがとうございます、レオさん。ここにあったもの全部取られてるわ。やっぱこいつ犯罪者だわ。マリオ、マリオ全部返して。ちょ、そこに座ってるマリオさん本当に面白くないんで返してもらっていいですか。みんなからいただいたもんなんで。お母ちゃんに習わなかったか、人のものは盗んじゃダメなんだよ。返してもらっていいかな。だから拾うなて。ほら泣いてるじゃん、レオさんが。ちょっとおもんねえぞお前。ちょっとさ、あ、こいつ話聞いてねえな。こいつどっから来たんだ。こいつイカゲームしてんのか、一人だけ。ほら怒ってるって。おいおい、返してもらっていい。うわー、やばいあの人。やばこの人。僕としては、その申し訳なさはあるけど、そいつに対しての怒りはなくて、本当になんだろう。あ、残念な人だな、っていう。そういうやつが来た時、みんな、ね、怒らずにね、さらすとかそういうことじゃなくて、もう怒らずに鼻で笑うのが一番いいんすよ。かわいそうな人だな、って、どうせ人生楽しくねえんだろ、っていう風に。はははって鼻で、笑っちゃうぐらいがいいと思いますよ。だからみんな鼻で笑いましょう、今から。ああいう人種に関しては本当に、完全に下に見てるんで、もう怒りとか湧かないっすね。みんなも、下に見て、下げすんで、あざ笑って、嘲笑してやろう。嘲笑、霊笑してやろう、みんなで。東京中央無尽に咲き